PP 初心者が一番最初に見た方がいい動画は何ですか？あ、でもなんかさ、僕ゲーム実況見るきっかけってさ、なんか好きなゲームがあって、なんか気になるゲームがあって、それやってるから見るみたいなのが大体多いと思うのね。だから、あぶね！なんかもうその人が好きなゲームで見ていただければなっていう感じかな。どっちかというと。マリオ好きだからマリオ見ますみたいなね。ゼルダ好きだからゼルダ見ますみたいな。リズム天国好きだからリズム天国見ますみたいな。あ、初 PP はマイクラだって。ああ、ありがとうございます。いろいろだな。もうそれ聞くと最近マイクラやってないのが申し訳なくなるな。まあもうちょっとそれはね、もう、僕はもうその時にやりたいゲームをやるんで、もう、なかなかやんなかったらすみませんとしか言えないんだけど。まあそのコメントを見たからっつって、あ、じゃあマイクラやろうってなるかって言われたら別にそういうわけでもなく、やりたい時にやりたいものをやります。それはもう申し訳ない。ああ、昔のゲーム検索して好きになった実況者多いかも。ああ、僕もゲーム実況最初に見たのそういうきっかけかもな。やべ、めちゃくちゃ懐かしい！やばない？ペーパーマリオ折り紙キング。ちょっとこれのさ、僕の動画見たことない人マジで見てほしい。本当に見てほしい。一押し。自分の動画。僕の一押し動画。これ。うわ、なー！やばい、懐かしすぎてブロック落とせない。泣きそうなんだが。は？いや、もうこの言葉失うわ。懐かしすぎて。あれ、これいつだっけやったの。2020年？あ、もう2年前もしかして。うわ、これもうやったの2年、マジで言ってる？嘘だろ。嘘だと言ってくれ。高校中学1年生が、高校中学3年生になっちゃう。それ当たり前のこと。マジでね、これ僕の動画見てほしい。本当に一押しだわ、今でも。2年 YouTube やってて今でも一押し。僕のペーパーマリオ良くなかった？僕のってかさ、ゲームが良かった。もちろんね、すべての実況動画ゲームありきと僕は思ってるんですけども、もちろん当たり前のことなんですけども。まあ、なんか、その中でも、なんだろうな。僕の実況動画のシリーズとしても好きだったな、これは。いや、めっちゃ良かったな、ほんと。